かで繋いましょうか。ああ、いいよ。みんなと一緒に鍋食べな。俺一品作ったらそっち持って参加するからさ。あ、そうですか。でもほんと先輩ってすごいですよね。料理うまくて。いや、そんなことないよ。レシピでやってるだけ。そうなんですね。先輩。何？今日何の日か知ってます？今日？2月14日。ああ、バレンタインか。ほんとだ。これ。え？これ受け取ってください。チョコレートです。え？チョコくれんの？はい。本命チョコです。本命チョコ。ありがとう。美味しく食べるよ。ポチャン。お鍋に入れた。え、先輩？ん？何？あ、私のチョコ鍋に入れた。なんで？ああ、湯煎してる。え、湯煎してる。え、どういうこと？私の本命チョコ受け取って 0.5 秒でお湯の中。え、なんで？え、何？え、何じゃなくて、どうしましょう。どうしましょう。裁判起こせないか。裁判起こせない。どういうつもりですか？え、ああ、美味しく食べようと思って。いや、もう美味しいんですよ。もう私が渡してる時点で完成してるんですよ。あ、いや、俺お菓子作り趣味なんだよね。ほう。だからこのチョコ溶かして、で、こっからガトーショコラ作って振る舞おうと思って。かっこいい。あ、かっこいいちゃうね。かっこよないわ。人の本命チョコ溶かしてガトーショコラ作るな。なやそれ。ちゃちゃっと作っちゃうと思って。やば。倫理がない。私の気持ちとかこもってる分、全部お湯に溶け出しちゃう。あ、そんな溶け出さないよ。愛情とか気持ちとかって、料理の味に何も関係ないから。うん、倫理？そんなこと言ってしまう。え、なんで私こんなこと好きやったん？知らんかったんけど、こんな一面。みんな、後でガトーショコラ作るからみんなで食おう。あ、みんなで食われてまう。私の愛情分け与えられてまう。みんなに。いやや。先輩だけに込めた愛情。いやや。あ、ホワイトデーのお返し何がいい？クッキー？マシュマロ？いらん。こんな先輩からのお返し。いらん。もう好きじゃない。いや、遠慮しないでさ。何でも言ってよ。遠慮してるんじゃない。でも、そうや。クッキーにしよう。クッキーに。あ、クッキーでいいの？はい。ほんと？俺クッキーはさ、結構得意だから、手作りで焼いて持っていくよ。はい。それ、受け取った瞬間、砕いて巻いてありますわ。庭に。お？え、砕いて庭に巻くの？ほら、ショックやろ？あんたそんなことしてんね、私に。へぇ。画期的。画期的。画期的いいと思うんや。何が画期的？よくわからんで。チャンネル登録しろしろ。チャンネル